ケーボーイズフラッターユニバーシティということで始まりました、ケーボーイのフラッター大学。今回はですね、前回の続きということで、前回はブックリストモデルというのを作って、まあ、リファクタリングしようということで、ちょっとね難しかったかもわからんですが、まあやってみましたけども、その前にちょっと一旦前のやつこちらこの動画でちょっと GitHub にプッシュしますね。はい、前回のが、モデル、ブックリストモデルと、ブックのエンティティの作成。はい、ということで、これをコミットして、はい、からスタートしていきたいと思います。はい、ということで、このモデルをやったので、今回、前はストリームというかね、この、まあ、スナップショットってやつで、変化したら自動的に発火するやつでやったんですが、今回は一発撮りというかね、一回だけ撮るやつをやりたいと思いますので、前々回の動画でドキュメントをここに貼ったと思うんですけど、これですかね。はい。ちょっといろいろ開いちゃってるんで、一旦消して、こんな感じでいいかな。はい。このクラウドファイアストアのドキュメント見ながらやっていきたいんですけども、まあ、単純にゲットってやつがあるか。これですね。これですかね。これですね。このゲットして全してるやつですかね。はい。このゲットを参考に、まあちょっと全してるんですけど、僕の動画ではあんま全しないで、アシンクはウェイトするんで、まあ若干違うって、まあここまでは似てるけども、この後から違うみたいな感じなんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい。で、ちょっと一旦、このユーザーストリームって書いてるやつを変えましょうか。ファイナル、今、型がクエリスナップショットになってるけど、ファイアストアのコレクションみたいな、あれ、ちょっと待ってください。ちょっと型は後で、として、一旦コレクションね、ユーザーコレクションにしましょう。ユーザーコレクション。この、ちょっとアンダーバーをね、先頭につけると、プライベートになるので、このブックリストモデルのファイル内でしか呼び出せなくなります。こっちから読んだり、ブックリストページから読んだりできないようになります。特に呼ぶ必要がないやつはこうした方がいいですね。はい、これで、コレクションリファレンスか。はい、これでいいか。一旦これでいいでしょう。はい、で、ユーザーストリームちょっとなくなっちゃったんで、このユーザーストリーム、ユーザーコレクションの、まあ、ゲットという感じで、やりましょう。ゲットするとですね、まあ、ここまでで分かる通りね、このクエリスナップショットが取得できるんで、これスナップショットイコールアウェイトってやってあげる。ちょっとここをね、アウェイト使うときはここをアシンクにしなきゃいけない。ってやってあげるとですね、このゲットがフューチャー型のクエリスナップショットの中身で出すというやつなんで、このスナップショットが返ってくると。はい、でこのスナップショットを、今度はこっちと一緒ですね。多分ここからは一緒ですね。クエリスナップショットなんで、これ、型が。そうですね。はい。なので、ここからここと一緒なんで、ちょっとコピーしてきてですね。はい。あ、ダメですね。ちょっと失敗しましたね。何かがダメでしたね。ちょっと、もう一回。あれ。あ、いけた。いけたね。はい。じゃあ、これは消してと。はい、これいけたんで、ブックスがこれで作れました。で、あ、これで、このちょっとカッコが一致しなくなっちゃった。あれ、あ、ここはおかしい。ここはおかしい。カッコの数がおかしい。あ、これで OK。 はい、でスナップショットを、
まあ、スナップショットのドックス取得してマップで変換して、この、まあ、この Az マップダイナミックとかね書いた方がいいんですけど、これ書いてデータ、このねデータ型、こういう、まあ、ディクショナリー型って言うんですけど、こういうキーがあってバリューがあるっていうディクショナリー型にして、まあ、その中からこうタイトルとアサー取って前回作ったブックをイニシャライズ、これがイニシャライザーですけど、イニシャライズして作ってリターン、はい、しますと。そしたらブックスのリストが出来上がってくれて、これですね、はい、っていうのを、今回は前回のストリームみたいなあの変化があったら発火するやつじゃなくて、1回しか取らないっていうね、このゲットってやつで1回だと取らないんで、これでいきたいと思います。ちなみにここにユーザーコレクションって宣言しましたけど、これは別にこれでもいいです。これはなしで、この方がちょっとスッキリしますかね。 Firebase Firestore Instance Collection Get、 これでいいです。なんか上に使い回すときは上にというか、ここにクラスのメンバー変数としてこう作った方が、他の同じモデル内のもう一個関数があったりしたときに使い回すときにちょっと短く書けるというメリットありますが、これでいいと思います。はい、これでゲットして一発撮りということで、もうこれでちょっと一旦止めてリビルドしても、まあ同じような結果が返ってくると思いますが、この場合はですね、多分 Firebase の Firestore の管理画面の方でリアルタイムで更新しても反映されないので、一回アプリを立ち上げ直さないと最新のは出てこないというふうになります。はい、ということで今のうちにですね、もう一冊、本、何の本を追加するかね、ちょっと考えておきたいと思いますが、最近読んだ本で、あ、これですね、これ読みましたんで、はい、こちらの本を追加していきたいと思いますね。これで、はい、あ、ビルド終わりましたんで OK ですが、ここに例えばリアルタイムでドキュメントを、タイトル、黒田さんというのですね、追加しても、反映されないですが、もう一回その最初からビルドし直すと反映されると思いますので、これを押しますと、最新が出ます。はい、これですね、これ今追加したやつ。ちなみにこれもう一回やったら分かるんですけど、これ最初一瞬ローディングがね、見えますかね、一瞬ローディングがビュー出たと思うんですけども、まあ一瞬ヌルなのでローディング出てからブックが、まあこっち帰ってきてからこっち来るという感じですね。はい、ちなみにちょっとここに、今回ですね、このビル、こっちのランじゃなくてこっちのデバッグの方でちょっとやってみたいと思いますけども、デバッグの時はですね、こうやって左側にブレイクポイントを打ってコードを止めることができます。なのでちょっとここで止めてみたいと思いますね、一旦ね。はい、でまずここで止まりましたと。最初はこの時に下もバリアブルズとか今止まってるところ見れるんですけど、この今現状このモデルですね、ここで時点で参照できるこのモデルっていうのがブックリストモデルですけども、ブックス最初はヌルですので、何も入ってないんで、これがヌルですので、ここに止まった後に1個だけコードを進める、これを押すとこの中入りますと、まあヌルイコールヌルだから。で、この結果、これを進めると、まあ一瞬、この、まあ今、あんま見えないけど、ぐるぐる回るのが見、サーキュラーインディケーターが出ると。で、今ちょっとここに押してたから、ここに止まっちゃったけど、次行くと、これはね、フェッチブックスリストが終わると、このノーティファイリスナーズが呼ばれますと。
で、ノティファイリスナー終わるとこれで進むんですけど、これを押すと、またこっち、ここがね、またリビルドされて、コンシューマーの中身がまたリビルドされて、次はですね、ブックスがご覧の通り入ってますので、5冊。はい、これを進めると、今度ここには入らず、こっち来ますから。はい、こっち来ました。はい、こっちに来て、無事、ブックスのウィジェットが作成されて、まあ、リターンするのがリストビューと。サーキュラーインディケーターじゃなくて、リターン、リストビューがリターンされるから、画面にリストビューが出ますという感じでなっておりますので、ちょっとこのデバッグって方を使うとですね、こういった風に、ちゃんと値入ってるかなみたいな確認しながら、コードを書くことができるので、まあ、エラーなんていうかバグ探しとかに役立ちますので やってみてください。はい、じゃあそんな感じで、今回は短いですが、この、一発だけゲットですね、このコレクション .get っていうので、このファイアースターの中身を一発だけ取るっていうのをやってみました。はい、じゃあ次回は、これこのプラスボタンを押して、新しい本をこの、まあ、今は管理画面から追加してたけど、こっちから追加できるようにやっていきたいかなと思います。はい、ということで終わります。 See you next time.